というわけで今回のゲストは元プラスドライバーの和知さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうご無沙汰しております。ごめんなさいお久しぶりです皆さん。お久しぶりです。まあ、差し支えなければ今何系のお仕事してらっしゃるんですか。今は、まあ、しがない会社員ですね。あ、会社勤めで。はい。一応まあいろいろお伺いしたいんですけれども、お、まあ、だからもう結成が96年ということなんで、プラスドライバー。よく調べてるね。ウィキペディア情報ですいません、本当に。いやー、ウィキペディアは合ってるよね。だからもう、まさにちょっとボキャブラブーム最中ぐらいじゃないですか。そう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 。うん、まあ、太田と、太田も出たんだっけ、これ。あ、太田さん出てもらいました。はい、結成した時に、はい、話してたのが、お笑い界を舐めてるわけよ。まあまあ最初はね、大体大体入る人となる舐めてんじゃん。そうですね、うん、まあ 2,3 年経ったらダウンタウンでしょみたいなこと言うじゃん。まあまあでもそれぐらいの意味は持ってますよね。一番みんなそんな時期だったから、はい、で俺らはもう出て1年か2年でボキャブラ出ようねっていうのは話をしてたぐらいの頃で、それでだからもう当時まあ爆笑さんだとかネプさんだとか、うんうん、まあ、当時だとカイジャリ水魚クリームさんの前身だけど、うんうん、だったりもう皆さん抜群さん、それこそ、うん、底抜けさんとか、うん、テイク2さんとかみんないらっしゃって、はい、そうですね、そういうもう野望というか、まあそこはまあ最低のラインでそこだよねみたいな。いや、まあまあでもそんなん言いますよ、ね、いや怖い怖い怖い、あの頃怖いな俺。もともとあれでしょ、角田さんと太田さんが同級生で。そうです、そうです。和知さんがバイト仲間かなんかやったんですか？そうそうそう。3人とも同じバイト仲間だったんだよ。あ、何屋さんやったんですか、それ。登録制のイベント会社。あ、ありますよね。組んで、だからデビューするのが96ってことは、うん、出会ってるのが90年とか91年とかなんだよ。結構もうじゃあ古い友達だったんですね。うん。うん、そしたらその頃ってまだ、もう今で死後だけどバブルが残ってたのよ。なるほど。はい。ただ、はい、高校生が夏休みにバイトし100万稼げるとか。え、あったの、あったの。もう、まあ、それこそがっつり毎日入ってそれぐらいになってみたいな。いや、だから、普通に、例えばデパートの屋上でヒーローショーがある、うん。はいはいはい。あと、どっか催事場、うん、で、今で言うと、例えばほら、北海道の物産展。物産展とかね。誰々の握手会があるよとかって、その握手会の、仕切りだったりだとか、うん、まあ、結構派手なイベントがいっぱいあったんですね。そう、イベントが、とにかくイベントがいっぱいあったんで、うん、はいはいはい、で夏休みに1ヶ月例えばどっか地方の都市に行って1ヶ月間、うんうん、高校生が働いても、うん、4,50 万になったんじゃなかったかな、確か。え、さっき100万言ってたのに急に 4,50 万になったじゃないですか。いやいや、そう、高校生だから。あ、なるほどね、うんうん、そうそう、もうそれが大学生とかになったら結構がっつり。そうそうそう。へー、それでその場所先で太田と一緒の現場、うんうんうん、イベントの派遣された先が一緒だったんだよね。うんうんうん、で太田が大学の同級生で角田がいるっていう話、うんうんうん、で、まあ、角ちゃんともその後現場で一緒になったりして、うん、で、まあ、顔見知りになって、で、まあ、いつしか、まあ、組んでみようかっていうことになったんかな。当時としては和知さんちょっとお笑い始めるの遅いですよね。遅い。25、6でしょ。そうだね、96年だから26か。その当時にしては本当ちょっと珍しく遅いですよね。そうそうそう。だから本当は18ぐらいでやりたかった。もうやりたいのは決まってたんで。あ、もう高校卒業してやろうとは思ってたんですね。そう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 。ただ相方がいないとかで、ピンでやるっていう発想がなかったから。はいはいはい。その漫才でもコントでもっていうのがだから。じゃあ和知さんがちょっと太田さん角田さん誘ってみたいな感じですか、最初は。いや、まあそうだったかな。なんとなく3人で行ってみるっていう話になって、うん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 、で、まあお笑いの世界飛び込んで。そう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 、うん、でも結構そのテレビ出るのも本当に早かったですよね。もう2年とかそこらでちょっと深夜とかでやってらっしゃったでしょ、 2,3 年で。うん、僕ブレイクものとかで見ました、ね、だからその、うん、当時の芸人さんの中では早かったと思うんだよね。ですよね。で、なかなか目には出ないけど、うんうん、1年目から例えばライブ、うん、バカ爆走ってあったじゃん。あります、あります、はい、うん、でバカ爆走のところに出させてもらうことができたのね。はい、他の事務所なんだけど、はい、それでそうすると楽屋に当時ゲストコーナーに出てくる
クリームさんだとか、シュンさんだとかいて、だからもう1年目からそういう方と一応楽屋が一緒になっちゃったりしたのよ。ああ、テレビで見たことある人だみたいなさ。で、皆さんにも、まあ、こう、ね、可愛がっていただいてたんで、お前ら、プラドラって何年目みたいな感じで、いや、まだ1年ちょい、もう1年ちょいでもうテレビ出てくるのか早いな、みたいなことは言われてた先輩からは。ほう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 。でね、そこからこう、オンエアバトルとか始まって。そうだね。もうそれこそもう初期のね、スターじゃないですか。そうだね、オンエアバトルが、うん、収録2回目、うんうん、オンエアバトル1回目の収録が、うん、確かアンジャッシュとか、あ、そうですね、うん、今解散しちゃったけど、ファンキーモンキークリニック、あ、はいはいはい、とかが出たのね、うん、で出たんだけど、今までのちょっとネタ番組と違うよっていうことを言われて、うん、半分落ちますからね、うん、そうそうそう、で今までのお笑い番組だと、うん、みんなこうほらなんかお客さんの前でもうわーみたいな感じでやって、はいはい、なんかまあいわゆるそのね、盛り上げてふざけてみたいなことがいいんだけど、うん、それやるとすげえマイナスだよみたいなこと言われて、うん、で、うん、みんなそういうことをやった連中がこぞって落とされちゃったの、確か、うん、なんか、うん、爆笑オンエアバトルって番組始まったけど、あれ結構やべえよっていうことになって、うん、へえ、はいはい、で1回目の収録にそのアンジャッシュとかファンキーが言ってたんで、その話を楽屋で聞いて、嘘、俺ら次来週とかに行くんだけどみたいなことで、うん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 、だからなるべく余計なこと言わないで、なんていうお笑い番組なんですか、っぽくないけど、もうあれで本当に選挙に浮かれた政治家みたいな感じで、ピコピコ行け、うん、ピコピコ行けみたいなことに、とにかく余計なことすんなみたいなことは、うん、アドバイスでいただいてたね。へー、でネタやって、お願いします玉転がしてくださいって言って、そうだね、そうそうそう、で一番そのボーダーラインだったのよ、うん、でえこんなに頑張って こんなに厳しいのっていうので、はいはい、もうオンエアバトルがさ、うん、ジンマシン出ちゃう状態になってさ、あーもうちょっとねやばいんじゃないなんて、ちょっとアレルギーみたいになっちゃったんです、うん、そう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 、うん、それでその後も出してもらうんだけど、はいはい、次は確か次落ちたのかな、受かって落ちて受かって落ちてみたいな、うん、なんかそんな鳴かず飛ばずの感じだったと思うんで、ね、はいはい、でもまあ途中からなんかそのコツをつかんだかのように練習したりしますよね。コツをつかんだわけじゃないんだけど、うんうん、NHK の方々に言われてたのは、うん、NHK とか、うん、あとその視聴の芸人に言われてたのは、はいはい、まあ、プラドラは悪運が強いっていう、うん、いや運もありますよね、あの番組ね、そうそうそう、うん、だから絶対500オーバーみたいなバカみたいな点数は取らないんだけど、うんうん、妙なところでギリギリのところで必ず取ってくるみたいなことを言われてて、うん、十何連勝しちゃってるんじゃないかな、その後です。なんかオンエアバトルが本を出した？あります、あります。本あります。はい。その本を出した時に、うん、その NHK の、あのディレクターさんとかから見せてもらって、はい、これ今までの歴代最高点取ったのが誰とか、はい、オンエア回数、うん、あの率のいい人誰とか、うんうん、そこでなんかオンエアの回数だけは俺らが1位みたいな、そんな出てるんですかみたいな、うんうんうん、ことは、あったね。だけど、うん、NHK の人曰くだけど印象ないよねきっとねひどい、ひどいこと言う、そうなんです、うん、だから2位とか3位の方が全然華やかな人たちがいて、うん、いや僕らもこれ調べてね統計取ってびっくりしたんだけど、うん、1位プラドラなんだよねみたいな、おお、そんな言われ方したんですかびっくりしました、俺もなんかそう、なんか1位だから嬉しいやら、なんかその NHK のそのちょっとテンションが、うん、なんか1位なんだよねみたいな言い方、うん、もう活動期間がね結構短いんですよね、6年ぐらいだから、そうなんだよね、6年なんだよね、うん、前に太田さん出てくださった時はやっぱりその、うん、結構活動はしてるけれどもそんなに給料が上がらなくてみたいな、あ、おっしゃる通りで、うん、太田さんなんかその時、太田さんは借金300万その時あったっつって、あ、そうだね、あったでしょうね、うん、あ、じゃあ明日3人ともあったんじゃない、かくちゃんもあったし俺もあったし、うん、はあはあ、だ太田さんプラドラの中での借金具なんで、借金具借金具ですから、まあ300まではさすがになかったですけど、はい、もう100ぐらいはあったと思うんですけど、じゃあ働いて借金かさむやったらちょっとしんどいですよね、そう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 、うん、ほんでまあこれあの事務所移籍しようってなったんですよね確かそうだったね、そんな話やったね、そうね、一つはっきりさせておくっていうか、かくちゃんのために言うならば、はい、
というわけで、チャンネル登録、高評価のボタン、そしてコメント、ツイッターのフォローなど、皆さんよろしくお願いいたします。